海道雪の積もった札幌ですけど、はい、今日はちょっとうまくいったかなっていう卵焼き、はい、です。旭川で買ってきた、パンでございます。はい、これにあとスープを作って、うん、キャベツのスープです。はい、これは作ってるとこです。キャベツの焦げ目の香りと塩昆布とひき肉のスープです。イルミネーションも真っ白になりました。結露ですね。中で粘土入れなきゃいけないぞ。屋根はこんな感じ。私の考えた分でしたが、これは雪止めというものです。これは登る